この流木から水が。今回はね、底面フィルターは片側だけ。上部フィルター回したら、あ、こういうことです。これを使います。確認、隙間に埋めます。さらに砂、とりあえずこんな感じで流木たちがこの流木から場所は決まってます。ここさらにこんな感じだったか、ここあれだったか、不評の LED テープ剥がれてきます。後に外すかもしれません。おそらく作業が長くなるんで、照明も落として、いよいよこの流木、水草は前回イメージした あれをお手本にします。確かこれだった。これで、この水草はね、これ100均のやつ、撮影しながらじゃない仕事大変、角度にこだわりたいんでじっくりいきますよ。ここだ。そのうち流木の方向性と水草のベクトル、角度にこだわります。もうね、前回やったやつを参考にしませんいいんですよ。ほら、なるべく流木に隠れるように、もしね、仮に見えてもまた隠せばいい。多分2、3ヶ月で活着するのか、モスと違って1ヶ月ではね、厳しいです。溶ける糸はダメ。やっぱりね、ボンド、アクアリウム用のボンドでやっていきます。もう少しボリューム欲しい。角度どうだったか、大体で構いません。自分の水槽です。細いタイプは確か下の方に、不揃いの葉っぱは切る勇気、
ちょっと角度。ボリューム感見えてる、これかぶってない。これは便利だ。しゃあ、こっちサイドは少し大きめの葉っぱでベクトル、ベクトル、流木と水草のベクトルを任意に操ります。ちょっと大きめなあれで、葉っぱでベクトル、ちょっと違うか。もしゃもしゃ、わかめ好き好き、ピチピチ。お前はどこのわかめじゃ。このもしゃもしゃは全体に散らす、散らす構想で一箇所にまとめるより散らかす、散らした方がいい。自分で言うのもなんですけどね、もう初心者とは言えないな。いやー難しい、無理だ無理だ。ここはね、少しやっぱりボリューム欲しいんですよね。ボリューム感、ベクトル、方向性、放射能、放射状、切っていいですね。この隙間に埋め込み式で、まあボンドはいりません。穴に埋め込みました。ちょっと重いかな。よしと、よし、あえてこれぐらいで。できました。以上、流木と水草のベクトルを任意に操りましたでした。ありがとうございました。ベクトル、ベクトル。これをこの水槽に入れたらどうなるのか。ギリギリ。ガッ。よし。これが。はい、手間はかかるけど、これだけで立派なレイアウトになります。ぜひ皆様も散らかすベクトル参考にしてください。わかめ好き好きピチピチ。参考になったかと思います。お前はどこのわかめじゃ。お前はどこのわかめじゃ。つなぎ目合わせてどうかな。うん、こっち、次はこっちエリア、赤の LED テープ却下します。ない方がいい。いらなかった。
こっちエリアはまたこれらで加工します。後にこれ浮いてくるやつだな。大丈夫かな。